Hello, my name is Motaki Taniyo, CEO of Kaba Corporation. そうですね。我々にとってゲーム会社さんっていうのは大事なクライアントさんなので、彼らと競合するような仕事は基本的にはあまりやりたくないなっていう考えです。ですので、我々自身がそのオリジナルのゲームの開発を行うっていうのは今のところ考えておらず、あくまで我々がそのインディーゲームのクリエイターさんをサポートすることであったり、あるいはそのホロライブの IP をライセンスアウトするっていうことなどで、そのゲームの事業に取り組みたいと思ってます。そうですね。今インドネシアだったり、あるいは台湾だったりとか、そういったエリアに対して、その我々、専属で、B2B の事業を行うようなスタッフっていうのを配置しているような状況です。支店を立てているのは現状そのアメリカだけっていうような状況ですけれど、それぞれのビジネスのそれぞれのエリアでのビジネスの進捗次第で、各エリアに物理的にオフィスを構えることも検討していくことになると思います。そうですね。今、その VTuber のビジネスでいうと、やはり日本が一番進んでいまして、B2B のビジネス、例えばゲームのプロモーションのサポートだったり、コンビニエンスストアだったりのコラボレーションだったり、そういったビジネスが非常に進んでいるような状況です。で、インドネシアにおいても、昨年から現地にスタッフを配置していることによって、今、いろんなインドミーさんだったりとか、ホンダさんだったり、そういったところからプロモーションの案件をいただけるようになってきていると思っています。これからそうですね、今ユニバーサルミュージックだったりとかのサポートも得ながら、音楽の活動だったりとかも強化しているような状況なので、よりインドネシアだけではなくて、世界中の、ファンの方々に、インドネシアのタレントさんを、なんていうか、のサービスを、届けていけるといいなと思っています。あります。結構、インドネシアのタレントさんとか社員のからお土産でもらうことが多いので、インドミのいろんな味を食べたことはありますか？そうですね、結構スパイシー系のヌードルが美味しいと思います。これはその何とも言えない質問なんですけれど、これちょっと 答えるのが結構難しい質問なんですけれど、今アメリカもそのコンベンションに併設するような形でのライブコンサートっていうのを行っている状況です。単独でやっぱりたくさんのお客さんを集めるっていうのはなかなかまだ難しいのかなっていうふうに。で、今インドネシアだったりマレーシアだったりはワールドツアーっていう形で、ライブコンサートを今やらせていただいているような状況なので、これがもっとうまく回り始めたら、もしかしたらその、インドネシアにおいてはインドネシアのタレントさんだけが登場するようなものっていうのも実現できるかもしれないなとは思います。これはそうですね、ホロライブインドネシアはすごく人気はあるんですけれど、そのビジネスとしての成功っていうのはまだこれからだというふうに思っています。そのやはりいろんなブランチを作ってしまうと、タレントさんのサポートっていうのが難しくなってしまうと思っているので、いろんなブランチを作っていくっていうよりかは、いい素晴らしいタレントさんが例えばマレーシアだったりとかでいた場合には、その例えば日本だったり英語圏で採用するみたいなこととかはあり得るかなっていうふうに思ってます。これは今のところ予定はないですけれど、やりたいなと思っていますっていうところですよね。やっぱりそう、なんていうか、今は例えば
アニメのコンベンションの中で一部の体験しかなかなかお届けできていないのかなっていうふうに思っているので、僕ら単独のホロライブの、単独のホロライブの、エキスポだったりとかを実現できれば、よりホロライブのことを世界中のファンの皆さんに知っていただく機会っていうふうに持てるのかなっていうふうに思ってますね。これはちょっとさっきの質問に近いんですけれど、そのコネクト・ザ・ワールドは確かにイベントの一部ではないんですけれど、結局イベントの時期に合わせてライブをやっているので、我々からするとそんなにこう変わらないですっていうところですかね。そのビビットクルーズのまあ改良版っていうか、それをアップグレードしてってるのがその今ワールドツアーっていう形でやっていますけれど、まあ、これは徐々にアップグレードをしていっていけるといいなとは思っています。そうですね、まあ、リグロスっていうか、まあ、ホロライブデバイスっていう、まあ、新しいことにチャレンジしていくようなユニットとして、グループとしてホロライブデバイスっていうものを誕生させており、まあ、その中で今リグロスっていうユニットがデビューした状況ですけれど、こういうこう会社の、まあ、タレントさんだけではなくて会社の方でしっかりユニットに力を入れていくようなプロジェクトっていうのは、まあ、こういうリグロスをテストケースとして、まあ、うまくいけば他のエリアでも、まあ、同じような取り組みをやっていく、まあ、可能性はあるのかなと。そうですね、やっぱり普通にゲーム会社さん、まあ、そういうトリプル A の会社さんから案件もいただきたいと、まあ、我々が、まあ、案件というのは要するにゲームをプロモーションするようなお仕事いただきたいと思ってますし、まあ、インゲームのコラボレーションという形で、まあ、キャラクターをゲームの中に登場させるようなこともやれるといいなと思ってますし、いつかその共同でゲームの開発みたいなもの、まあ、開発っていうか制作に取り組めると、まあ、さらに嬉しいなと思ってます。で、加えて申し上げると、やっぱり大型のイベントを開催されているような会社さんも多いと思うので、そういったイベントの際に我々オープニングアクトとか、まあ、ライブって呼んでいただけるとすごく嬉しいなと思います。マレーシア料理をたくさん食べましたね。そのミーカリーとか、まあ、いろんな料理を食べてすごく美味しかったです。ただドリアンは試すチャンスがなかったですね。今美味しい時期らしいですよね、聞いてますけど。なんていうか、まあ、今回ホロライブ ID のイベントだったので、まあ、IT のファンの方が、まあ、大半なのかなっていうふうに思ってたんですけれど、結構他のホロライブの日本だったりとかイングリッシュのキャラクターだったりとかを持っているファンの方が、まあ、たくさんいらっしゃったので、なんか結構マレーシアで認知されてて嬉しいなと思います。最近はあまりゲームやってないですかね、時間もなくて、はい、昔はすごいゲームをプレイしてました。まああれですね、そのまあ RPG とかが好きだったりするので、まああとはまあやっぱりゼルダのシリーズが結構好きなので、プレイしている途中で途中で終わってますね自分はスイッチ以外はあれですかね、 PC ですかね、はい。今回こういうレベルアップっていうイベントに来させていただいて、インディーゲームのデベロッパーさんとかがすごくたくさん出展されてたりとか、あるいはアニメーションのスタジオがあったり、またアニメーションスタジオなんか上場されてるっていうお話もお聞きして、すごくやっぱりクリエイティブな国なんだなっていうことを、まあ、再認識したと思ってますそういったクリエイターさんだったりとか会社さんと
今後コラボレーションしていけると嬉しいなと